と三日月食堂を思い出すような大久保の味スズランという店を発見して小判だよ、小判だよね、なんか刺身水入り、これも美味しい、味がめっちゃ染み込んで美味しい。宝冠町をねちょっとぶらりした後にこの駅前済生会病院の通りですね、ここの名物原点さんセルフうどんからこっちのお道に入ってきた辺ですね、伊福町になるんですけど、どう見てもなんかまたちょっと三日月食堂を思い出すような、発見して、で一番はこののれんに私はちょっとなんか似てないこの雰囲気、味自慢、味自慢、お食事見どころ、じゃあちょっとここ行ってみたいと思います。いやもうそれやっぱりおふくろの味じゃないけど、やっぱりそういう、おばんざい、おばんざいね、豆腐ばっかそろえてね、やば、やば、燃えとるよ。あ、すごい、今旬のたけのこと、わらび、あー、山菜が、たけのこと、わらび、美味しそう、お揚げさん炊いたの、昼間がバイキング、昼間がバイキング、まあ、4、5人ね、あ、うん、食べてね、であとは全部お弁当作ってるから、あ、うん、お弁当、はい、はい、行きましょう、はい、すげー、こういう感じでもう自分のお腹に合わせて、うん、いただけるという、もうその日によってやっぱ買います、あ、今日はね、あ、そうなんですか、結構定番のね感じですからね、うん、じゃあ揚げを買います、はい、うん、揚げがめっちゃ染み込んで美味しい、本当にお湯がめっちゃ染みてますね。本当になんか高野豆腐ってあるじゃん、うん、あれの揚げバージョンみたいな感じで、ヒーはめっちゃ出てくる、これないけどね、美味しい、よかったよかったよかった、大根も食べる、若い子はね、あの料理してもらえないからね、喜ぶんだよ、若い子は、うん、この大根も美味しい、うん、これめっちゃ味が染みたい、こう回ってくるのがないですね、するからね、みんな、たけのこ、旬な、旬なたけのこ、うん、たけのこめっちゃ美味しい、美味しい、よかったよかった、すごい幸せそうな顔、めっちゃ美味しい、たけのこ、何食べてんの、普段ね、いや、たけのこ食べたいなと思うんですけど、うん、なんかスーパーのたけのこ高いんですよ、まだまだ、ね、これ、ね、昨日ね、西洋で持ってきた、言うよね、もう昔はお父さんがタケノコ取ってきてくれて、うん、自分のね、山に生えてるやつ、うん、
食べてたけど、タケノコって高いですよね。今旬がね。ね。分かってくれるよ。すごい。ここにね、二段重ねしてある。へえ。見ない。弁当です。とってもとっても下が出る、笑いみんな。可愛らしいというか、まあなんか手作りというかね。そうですね、もう冷凍食品使い。これ何だっけ？塗った。給食で出てました。うそ。給食で。そうね、あの高級食で。ちょっと待って。いただきます。うん、おいしい。よかった。え、この白いの何ですか？これだ。この白のイカ。イカですよね。イカなの？これイカ。あ、アゲか。さっきのアゲ、さっきの焼いてたアゲ、さっきの焼いてたアゲ。うん、味噌の味がする。あ、さっき味噌入れてたの？入れとったね。ルッタは味噌入れるもん。ルタとか食べんけん、わからんわ。そうか、これからこの子に出るのよ。こんなん給食に出とった？出とった。これよ、柚子。あー、香りがね、香りが柚子入り。これも美味しい。これも美味しい。よかった、よかった。柚子めっちゃいい。どうなん、柚子がな。なんか久しぶりに食べたかな、こういうのが。うちは玄米ご飯。健康です。普段はね、こういうね、人の手で味付けしたこう煮物食べる機会とかね、なかったから。朝ご飯かパン。パンになっちゃうね、若い子はね。パン。チンみたいな。はい。タケノコとか本当に美味しかったし、まあ家ではね、もうなんか手間がかかって一人では作れないようなものが、なかなかね、食べれないんですけど。なかなかできるからね。もう愛情がね、詰まって、美味しい、温かい味でした。ごちそうさまです。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。失礼します。これ、うちのおばあちゃんの家、これ、こんなドアじゃん。めっちゃいい人だった。なんかいいお母さんって感じ。いや、もうなんかまた普通にご飯食べに来ようって思った。 お母さんの味みたいなね、実家で食べる味みたいなんでね、なかなか普通のここご飯屋さんでもない、また味、優しい味付けだったので、煮物をねたくさん食べたいです。ぜひ明日食べに来てもらいたい。お弁当もやっているそうで、テイクアウトもやっているそうなので、食べていただけたらと思います。はい。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。